インセインとは誰もが秘密を抱えているサクッとホラーのできる TRPG。 インセインは冒険企画局さんが出している TRPG のシステムです。 TRPG とはサイコロを振って行動の結果を決め、みんなでお話ししながら物語を進めていく遊びです。日本で有名なのだとクトゥルフ神話 TRPG とかありますね。この動画はインセインにちょっと興味があるという人、そして動画や配信を見て楽しみたい人向けに簡単な紹介をしていきます。実際に遊ぶにはルールブックを買って詳しい説明をご覧くださいね。なんと1500円でとってもお求めやすい。さて、インセインの特徴は NPC も含めて人に言えない秘密があり、それを調べることで物語が進んでいくところです。想像するだけでドキドキしますよね。そしてなんといっても狂気カード、恐怖判定というのに失敗すると狂気カードを山札から引くことになります。引くだけならムガイなのですが、こんな風にトリガーというのが書いてあり、条件が満たされると顕在化といって、ここに書いてある効果が発動します。いろいろな効果があって楽しいですよ。また未公開の狂気は3枚までしか保持できないので、4枚目を取得すると無条件でいずれか1枚が顕在化します。ちなみに狂気カードを引くのは楽しいですが、シナリオによって山札の枚数が変わり、全部引いてしまうとバッドエンドになりますので注意が必要です。インセインのゲームの流れを紹介しましょう。導入フェーズ、メインフェーズ、クライマックスフェーズで構成されています。導入フェーズはなぜ登場人物がその事件に関わることになったのか、登場人物がどんな人なのかを描写します。メインフェーズではそれぞれ手番が回ってきます。メインというだけあって、ここからがプレイヤーさんの腕の見せ所。インセインは心因性を採用していて、一人一人に主役となる順番が回ってきます。何回手番が回ってくるかはシナリオによります。1回手番が回ってくるのが1サイクル、2回手番が回ってくるのが2サイクルという風に表現されます。手番の人はサイコロを振ってどんなシーンか決め、同じシーンに出る人を決めます。できることは主に調査判定、感情判定、回復判定などです。調査判定とはインセインの特徴である秘密を調べることです。もちろん何もせずに見られるわけではなく、6面のサイコロを2つ振った合計が目標値以上だったら内容を見ることができます。インセインでは数が大きいほどいいわけです。目標値について軽く説明すると、まず特技リストが存在していて、キャラクターを作成する際にここからいくつか取得します。取得している特技で判定する場合は5以上が目標値、取得していない特技を使う場合は取得した特技から離れるにつれ目標値にプラス1されていきます。ただ調査判定の時は好きな特技で判定を行うことができますので、取得している特技で判定することが多いです。特技を指定されるのは恐怖判定が多いですね。計算が難しそうと思うかもしれませんが、ツールで目標値を自動で出してくれるので難しくありません。便利な時代になりましたね。と少しややこしい話をしましたが、動画や配信では成功しているかどうかはプレイヤーさんが言ったりチャット欄にも表示されるので、そんなに深く考えなくても大丈夫かなと思います。秘密がわかると物語の真相に近づきますが、同時に正気度が減ったり、恐怖判定を行って狂気カードを引く可能性が出たりと、なかなかスリリングです。感情判定、感情判定は同じシーンに登場している人に対して行うことができます。お互いに感情を取得することで知った秘密を判定なしに共有することができます。また戦闘乱入といって、感情を取得していたキャラクターが戦闘になった時駆けつけることができます。あとは取得した感情をロールプレイに反映するのも楽しいです。回復判定は生命力、正気度を回復します。クライマックスフェーズは戦闘です。まずプロット値といって、どれだけ早く行動したいかをインセインの背で決めます。行動が早いほど回避が難しくなり、なんと一番早い人は6面のサイコロを2個振って合計10以上を出さないと回避ができません。そして同じ速さを選んでしまった人同士はバッティングといって、生命力が1点減ります。通常は生命力が6点なので1点は大きいですね。そしてあとは行動順に殴り合っていきます。狂気カードが顕在化している人は攻撃力にプラス1ができます。ただし狂気カードの顕在化した枚数が正気度を超えている場合は、プロット値がランダムになり、生命力か正気度を1消費しないと戦闘からの脱落以外ができなくなってしまいます。以上、なんとなくインセインというゲームについて伝わったでしょうか。すでに自分のチャンネルでいくつか遊んでいるので、よかったら合わせて見てみてください。
ただまだまだ至らない GM なのでルールを取り違えているところもあります。詳しいところはやはりルールブックを確認していただければと思います。この動画を通じてより一緒にインセインを楽しめたらいいなと思います。ではまたお会いしましょう。